いきなり始まりました。いきます。すいません、もう肉眼でも見えません。ちょっと肉眼ではどこにいるのかがさっぱり分かりません。終えたらカメラをそちらの方に向けます。いきなり始まりました。いきます。燃料を挿入するための、土台が今組まれている状態です。SNS 社のロケットは、燃料にエタノールあと液体酸素を利用しています。今回のロケットの推力は200キログラム級となりまして、
重量が、100キロ、約100キロ、上空7キロまでこれも打ち上がる予定です。加圧してるんでしょうか。はい、カウントが始まりました。16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。燃焼が止まった音がしました。今47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 10 19 18。はい、カウントが始まりました。16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
そうだね、熱が、うん、熱だね、熱だね、空力めぐらったもん、うん、この辺のステッカー一つもない、ね、ヘロンこのラインまでない、ヘロンって剥げてるな、いろいろ話されてた、この部分までは確かに理論通りです、ね、ここから衝撃波だったんです、そうですね、ここのところで出てたんだな、そうですね、いや音速超えたのがよくわかりますね、カッティングシートは大阪に耐えられない。大発見。ですので、2機の打ち上げ、カムイとそれから SNS、2機の打ち上げは、安全に非常にスムースに打ち上げられたというふうに思っています。で、最終目標であります回収して、その後のいろいろなデータ取りもということでは、カムイの方は、完全な形でこういうふうに回収できました。まあ、SNS さんの方は残念ながら回収というのは1時間という時間を限っておりましたので回収まで至りませんでしたけれども、思ったよりも非常にいい燃焼をしてロケットとしての完成度は非常に高いものがあったなというようなそういう印象でございました。ということで、非常にいいフライトをしてくれたというふうに思います。まあ、機体を見ても音速を超えて、まあ、しかるべき加熱を受けてですね、で、超音速の領域に、まあ、かなりいたということがよくわかりますし、回収系についても、パラシュートを開いた時のショックもしっかりわかるし、でそのショックに耐えて、ちゃんとパラシュートが機能してくれたということもよくわかりますので、非常に今までのいい成果が積み重なってですね、それの結果として、欲しかったフライトをしてくれて、でしかもそのデータが今目の前にあるということで、もう多少の不具合はありますけれども、欲しかったものが手に入ったという点では満点の成果だというふうに思っております。今永田先生が話してくれたようにですね、ほぼおそらく計算してこうなるであろうと思った症状を全部示してくれてですね、ただ残念ながらパラシュートがね、ちょっと少し破損したかもしれないと、でスピードが多いまんま着水したけども、おそらくこのスピードならこのぐらい壊れるだろうと思った通りに壊れているというのも非常に面白いなというふうに思います。で今までこのロケットに至るまでの苦労の道のりはとにかく安全なデータ回収でした。日本は残念ながら電波とかの規制がすごくあるものですから、飛んでる最中のデータを地上に電波で落とすところは非常に難しいです。だから何としてもデータを回収しなきゃいけません。でもそれは今国際宇宙ステーションも同じ問題が起きていて、たくさんの実験ができてたくさんデータ取れるんだったけども電波で地上に落とすのが難しいから、それをやっぱりカプセルかなんかで落とさなければいけなくなってきています。でその空中から落っことしたものを無事に回収するっていう実験はこれからものすごく重要な部位になると思ってますけども、このカムイロケットもですね、そのデータのすごく大事な一歩をですねくれたような気がします。でこの後もまだまだしばらくですね、この高度10キロまでという範囲内で漁協の方たちの力を協力を受けながらですね、もう少し高度な実験がたくさんできるなという、その礎となるですね、非常に貴重な結果を残してくれたロケットで、すごく僕は安心しています。でこの後、今回で得られたデータをもとにですね、もっともっと確実な計算ができてですね、もっと確実な試験ができるようになるかと思いますので、次をですね、本当に期待しているところです。
本当無事帰ってきてくれて、これを見つけてくださった人たちにも、本当に感謝だと思っています。今回 の試験では、残念ながら機体の回収というところまで至りませんでしたが、実際ああいうの若干風が強い気象条件下で、我々のような加速度の低い機体、見てらっしゃった方は分かったと、飛び方の違いとかあったと思うんですけれど、そういう機体がどういうふうな反応を示すかというところが、そういう知見が得られましたので、今回の実験は非常に有意義だったと思っています。それから先ほどテレメトリーの話が少しありましたが、最低限の、飛翔飛び方に関するデータは、我々も取得しておりますので、それを今後持ち帰って分析をしまして、このような今のようなどうしても気象条件というのは、日によって変わりますから、そういう条件下でも、確実に回収できるような、実験の仕方、そういうものを、分析したり、開発したりして対応していきたいと思っています。今回1時間という時間を一生懸命探していただいた協力の皆さんには本当に感謝の言葉しかないんですけれど、その他皆さんと協力していただいた皆さん本当にありがとうございました。また、次の実験では、おそらく10キロの範囲内というところで、我々も、例えば、風の強い流れでも安定した飛び方をする機体であるとか、あとはさらに大きなエンジン、今後につながる大きなエンジンの実験を引き続きやっていこうと思いますので、また、ご支援のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。